京都競馬場、これから後半戦を迎えます。第7競走は3歳以上1勝クラス、ダート 1800m8 頭、正面スタンド前のゲートインです。現在の京都競馬場、芝がやや重、ダートが重、芝がやや重、ダートが重のコンディションです。正面スタンド前がちょうど向かい風、向こう上面が追い風になっているんでしょうか。次々と収まって最後キングレイスター8番ゲート誘導を受けます。収まって係が離れます。スタートしました。まずいいスタートは2番のヤンチャ姫が切りました。すぐさま1段、3番のテイエムギフテッドが前目、しかしやはり間から東海エクレールがじわっと前に、また寄せして6番のダノンテイオーも上がっていきます。そしてその後内4番トモノコテツ、そして外は7番のディープスピリッツ、さらに3馬身開きました。3番テイムギフテッドと外2番のヤンチャ姫、さあ1コーナーカーブ、残り1400を切って2コーナー、先手を奪ったのは5番東海エクレール、逃げてリードは4分の3馬身、2番手6番のダノンテイオーがつけています。3番手7番のディープスピリッツ、4番手内からは半分差トモノコです。外1馬身差2番のヤンチャ姫、1馬身下がりました3番テイエムギフテッド、その後は外8番のキングレイスターがいて、最内1番のミスターウィンディが徐々にポジションを押し上げて残り 1000m を通過、先頭から最後方までは7馬身ぐらいの圏内でこれから3コーナーを目指します。5番の東海エクレールのペース、東海エクレール先頭でスタートして 1000m1 分2秒8で通過、3コーナーカーブです。2番手ダノンテイオー、2番手ダノンテイオーがつけています。3番手7番のディープスピリッツ、4番手内4番のトモノコテツがつけています。そして外にはヤンチャ姫、各馬3、4コーナー中間、先頭から最後方まで馬群ギュッと詰まって現在4馬身ぐらいの圏内、あとはテイエムギフテッド、最内1番ミスターウィンディ、そして走つきましてはキングレイスター。さあ第4コーナーカーブ残り400は通過して、直線に向かったところで今度はダノンテイオー先頭だ、ダノンテイオーが先頭に躍り出ていった、1馬身リードを取った、そして2番手に上がった4番トモノコテスがこれを追っている、そしてその後からは2番のヤンチャ姫、残り200を通過した、やや東海エクレールいっぱいになったが、さらに後方から8番のキングレイスター以下、前の争いですが、ダノンテイオートモノコテス、ダノンテイオートモノコテス並ぶように合理、ダノンテイオーが打ち、外が4番トモノコテス、その後3番手は開きました、2番のヤンチャ姫、最後外から8番のキングレイスター、よく足を伸ばしておりました。しかしどうでしょう、わずかに6番ダノンテイオーが外4番トモノコテスとの追い比べを制したかどうかというところです。勝ちタイムは1分52秒2です。上がり 800m は49秒4、600m は37秒0です。京都競馬場第8競走はなでしこ賞です。ダート 1400m 混合戦、2歳1勝クラスのメンバーによります競走です。10頭向こう上面左手、ダート 1400m のスタート地点です。現在の京都競馬場晴れています。馬場のコンディションは芝が良、ダートが主のコンディション、芝が良、ダート主のコンディション、主のダート 1400m に各馬が争います。向こう上面の左手ゲートインは順調に進んでいます。これから9番ゲート、玉もつわもの、最後のゲートインになります。玉もつわもの、収まって係が離れてスタートしました。アルコレーヌいいスタート、玉もつわものもいいスタートを切っています。さあすぐさま一旦芝の上先行争いですが、足元がダートへと変わったところで5番ダインガルーダが少し前か、外差がなく5番の6番のテイエムサウスダンと並んでおります。そしてその1馬身後方ですが、8番バンルメール、そして外から半分差9番の玉もつわもの、そして内から2番のヤマメ、3番リモールと固まっています。その2馬身後方ですが、10番アルコレーヌはちょうど中段から少し下がったところを進んでいます。直後お主何者、最内から4番のタガノキトピロが追走しています。最後方追走ですが、1番のデンコーリジェール、3コーナーカーブしていきます。先頭ですがゼッケン5番をつけましたラインガルーダ、ラインガルーダが先頭で 3,4 コーナー中間です。2番手テイエムサウスダンがつけています。
そして最内から2番のヤマメ、すっと今3番手の一角に上がります。さらに外からはバンルメール、連れて外をつきましては玉をつわもの、内を通りましては2番のヤマメなど。さあ第4コーナーから直線構成と向かいました。先頭ですがラインガルーダ、そして TM サウスタン、この2頭が後続を突き放しての追い比べ。そして現在3番手の位置にアルトレーヌが上がって前を追っています。さらに外をつきましては1番の電光リジエールがじわじわ前に迫ってくる。前ですが今度は6番の TM サウスタンが先頭と変わった。 TM サウスタンが先頭、2番手5番のラインガルーダ、アルトレーヌが追い詰めるが、先頭は TM サウスタンでゴリ。2着はどうでしょうか。5番のラインガルーダ粘るところ、最後の最後10番のアルトレーヌ並んだ瞬間がゴール。そしてその後に1番の電光リジエール以下です。直線に向いては TM サウスダン、ラインガルーダ、この2頭の追い比べ。そこから抜けたのは6番の TM サウスダン、そしてラインガルーダ粘るところ、最後外から10番のアルコレーヌ猛然と足を伸ばして、2番手3番手争い、これは接戦。6番の TM サウスダン、ミルコデムーロ騎手の騎乗でありました。サウスビグラスの3区。勝ちタイムは1分23秒6。上がり800メートルは49秒0。600メートルは36秒9です。京都競馬場特別2番手第9競争です。下の特別芝コース2000メートル混合戦、正面スタンド前のゲートイン、続々と各馬が収まっていきます。京都競馬場現在の芝コース、寮のコンディションとなっています。最後のゲートイン、モンファロンです。10番ゲートモンファロンが収まります。スタートしました。さあ先行争いです。コバカティは少し後ろからになります。先行争い、まず間4番マイネルズイーガーが行きました。そして3番の湘南バルディも先行体制、外から7番のアールスターと各馬が前を位置を占めます。あと1番のアーメチキストは4番手の位置にすでにつけています。そしてその外からは9番インターセクション、2馬進行方、2番のブラバス、サイモンサーマル、内5番のハギノカエラ以下、1コーナーカーブです。まず先手を奪ったのは4番マイネルズイーガー、逃げてリードは2馬身です。2番手7番のアールスターがつけております。3番手内からは半分差、3番湘南バルディ追走です。外からは半分差、9番インターセクションがつけまして向こう上面、そして直後1番のハーメティキストが追走、現在5番手を進んで向こう上面へと入りました。2馬身後方ですが、3馬身ぐらいで開いて2番のブラバス、あとは5番のゼッケン、5番のハギノカエラが追走して、外からが半分差、8番のサイモンサーバル、その後方からコバカティ、最後方10番モンファロンという体制です。さあ向こう上面中ほどスタートしての 1000m ですが、1分2秒を若干切るぐらいでしょうか。これから3コーナーを迎えます。4番のマイネルズイーガーのペース、リードは現在2馬身となっています。2番手7番のアールスターがつけて3コーナーカーブ、残り800切りました。内3番の湘南バルディは3番手、外1馬身差、インターセクションが続いて内1番のハーメティキスト、後位今5番手から4番手に上がろうとしています。そしてその2馬身後方、2番のブラバス、5番のハギノカエラ、600切りました。あとは5番、あとは8番のサイモンサーバルにコパカティ、最後方追走10番のモンファロンです。さあ第4コーナーカーブ、先頭は4番のマイネルズイーガーで残り400を通過、直線構成と向かいました。2番手アールスターが前にじわりじわりと差を詰める、外に持ち出した1番のハーメッキスト、そして相場引くように5番のハギノカエラが伸びて、最域応戦する3番湘南バルディちょっと苦しいか、大外をつきましては2番のブラバス、伸び足はどうか、前は粘る粘る4番マイネルズイーガー、マイネルズイーガー頑張っている、外から7番のアールスターが差を詰める、マイネルズイーガー、アールスター並んでゴール。接戦です。この後の3番手争いですが、5番のハギノカエラ、あるいは2番のブラバスなど、ゴール前接戦、逃げて粘ったマイネルズイーガーに、最後の最後7番のアールスター2番手追走から徐々に詰めて並んだ瞬間がゴール。そしてその後3番手以降の争いですが、5番のハギノカエラ、2番のブラバス、差のない入線となっております。京都競馬第9競争、勝ちタイムは2分1秒4、上がり 800m は46秒9、 600m は34秒9です。
京都競馬場第10競走はウィン5対象2レース目桂川ステークス芝 1200m 混合戦18頭です。3歳以上最小クラスのメンバーによりますハンディキャップ競走です。トップハンド57キロフレッシア、最軽量は11番スカイパッション50キロ、その差は7キロ、向こう上面の中ほど。なお3、4コーナーは内回りを使用いたします。京都 1200m 芝コース筑波クロー最後のゲートイン18番ゲート収まります。係が離れてスタートしました。揃いました。さあ先行争いです。まず内から5番のダイシンバルカンがじわっと伺います。2番手の位置ですがジュランビルがつけていますが、外から押しながらラフィングマッチが位置を上げて最内ゼッケン4番西尾ボヌールです。ジュランビル控えてその後方からホースサインが行っています。あとはエイティンガールがいて、その人にはラベンダーバレーです。そしてその内内ゼッケン3番元気ハイブスが追走して、スカイパッションがその人で、間からは8番のコロラトゥーレが追走して、じわりじわりと12番のアイラブテーラー位置を上げていきました。竹長ベスト交代、代わってゼッケン13番をつけましたスワーバーサーが位置を上げていきました。さらに外からはジャスパープリンスが追走しています。その後方集団ですが、徐々にスクワクローなどが接近して、そのうちゼッケン9番のワンアフターが追走。さあ各馬がこれから 3,4 コーナーの中間地点へとかかります。最後方追走1番クイーンズチャパラで、先頭はこれから第4コーナーをカーブしてまいります。先頭は現在14番のラフィングマッチ、ラフィングマッチが先頭で、さあ第4コーナーから直線に向かいます。外をつきましては5番のダイシンバルカンが2番手から今度は前に並びかけます。ジュランビル、そして内をつきましては4番西尾ボヌールが前に接近する。さらに大層をつきましては18ガール連れて、ゼッケン12番のアイラブテーラー足を伸ばし始めて、さあ今度はゼッケン5番つけました。ダイシンバルカンが抜けているが、18ガール連れて12番のアイラブテーラー、18ガール、アイラブテーラー並んで合流。わずかに12番のアイラブテーラーが18ガールとの争いを制したかどうか。最後は2頭馬体を制して伸びてまいりました。15番の18ガール、そして外12番のアイラブテーラー。最後は2頭の一騎打ちの予想でしたが、わずかにアイラブテーラーが内15番の18ガールとの争いを制したように見えますが、どうでしょう。タイムは1分9秒1です。そして3番手以降ですが、7番のホープルサインに成果、あとは5番のダイシンバルカンなど。上がり 800m は46秒1、600m は34秒7。京都競馬場今日のメインレース第11競走はウィン5対象5レース目第80回菊花賞 G1 芝 3000m、 今年は18頭によって争われます。クラシックの最終関門、スタート地点は向こう上面の中ほど。3コーナーの坂越え2度行います。まずは3番カリボールがゲートインです。ザダル、西野デイジー、カリボール、ユニコーンライオン、ワールドプレミア、ディバインフォース、シゲッコー、メロディーレーン、バンケドミンゴ、カウディーリョ、シフルマン、レッドジュニアル、ベロックス、サトノルークス、フォーサーベル、ナイママ、サガノディアマンテ、そして名称天元です。シゲッコー収まります。ワールドプレミア収まります。そして11番のシフルマンです。シフルマン入りました。そして1番ゲート、ザダルが誘導を受けますが、さあ少し嫌うのは17番のサガノディアマンテ。今度は勢いをつけてすんなり、オーサーベルが促されてゲートイン。そして13番ベロックスです。ベロックス、さあ最後の一冠をなんとか。6番のディバインフォース、そして高一点メロディーレーン、刺激光など次々と収まって、サトノルークスです。そしてレッドジェニアル、16番ないまま、最後のゲートイン18番名称天元です。名称天元収まってスタートしました。さあ先行争いです。徐々に隊列が崩れてまいりますが、何がいきますか。ユニコーンライオンか、しかしバンケドミンゴ、カウディーリョ、前の位置を占めて、各馬が先行争いから坂を駆け上がります。
まもなく頂上、ここで10番カウディーリョ先頭に立ちました。2番手9番のバンケドミンゴですが、外をついてすっと名称天元が早め、3番手から2番手に接近フォーサーベル、あとは内接近4番のユニコーンライオンで坂を下り切って3、4コーナー中間です。この圏内に13番ベロックス、方位の一角に現在取り付いております。そしてその外にいるのがないままで、さあ各馬が正面スタンド前、その周りの第4コーナーカーブ直線構成と向かってまいりました。先手を奪ったのはカウディーリョ、そして2番手の位置ですが9番のバンケドミンゴつけています。3番手内打ち4番のユニコーンライオンですが、外から名称天元、そしてナイマは間ベロックス、そしてワールドプレミア、そしてフォーサーベルがいて、レッドジェニアルザダル、そして14番サトムルーチがいます。そしてその2馬身後方ですが、七月光がいて17番のタガノディアマンテ、最内から接近2番の西野デイジー、2馬身3馬身開いて、メロディーレーンは後方から4頭目カリボールとともに並んでいます。スタートは6番リバインフォースがいて、最高峰追走11番シフルマンという体勢。さあ各馬1コーナーカーブ、これから2コーナーへ向かうところです。先手を奪っているのはカウディーリョ、現在逃げてリードは3馬身です。そして2番手9番のバンケドミンゴ、3番手外をついた16番のダイモまで2コーナーから向こう上面へ、あとは4番のユニコーンライオン、外13番ベロックス、さらに外18番の名称天元が追走して5番ワールドプレミア、その直後さあ向こう上面へと入っております。そしてレッドジェニアルがいて、その外からはフォーサーベルが追走、2馬身後方1番のザダル、さらに外差がなく並んでいる14番のサトヌルーク、そしてこの辺りは中段7番七月光、そして17番のタガノディアマンテ、若干位置を上げています。そしてその2馬身後方ですが、さあその後方からはディバインフォースが追走しています。ディバインフォースがいて、内からは接近2番の西野デイジーは後方から4頭目、あとは下がりましたメロディーレーンは後方から3頭目、後方2頭は3番カリボール、そして11番のシフルマンです。さあ2度目の坂越え、各馬が坂を駆け上がります。馬群が若干詰まってまいりまして、3コーナー坂の頂上から下り残り800を通過。さあ先頭ですがカウディーリョ、そしてバンケドミンゴは現在2番手、ナイマは3番手、ユニコーンライオンです、そしてベロックス、そして外をついてタガノビアマンテが動いていった、連れてフォーサーベル、各馬3、4コーナーの中間地点とかかって残り600を通過いたしました。さあ前の争いですが、今度は外からタガノディアマンテ動いていった、タガノディアマンテ動いていった、1応戦するのがカウディーリョ、バンケドミンゴ、第4コーナーからさあ直線、直線に向かいました。大外に持ち出しているのはタガノディアマンテ、タガノディアマンテ、間からベロックス、間からベロックス、ワールドプレミア、内を応戦するのが10番のカウディーリョ、さらに大外を引きましたが、ゼッケン6番のリバインコースなど足を伸ばしてくる、大接戦だ、大接戦だ、ここで抜け出した、ワールドプレミア、ワールドプレミア、外からは14番のサートのルークス、サートのルークス、ワールドプレミア、サートのルークス、ワールドプレミア、サートのルークス、ワールドプレミア、押し切ったワールドプレミア勝ちました、ワールドプレミア勝ちました、最後、サートのルークスの追撃を体半分しのぎしています。勝ちましたのはワールドプレミア、鞍上は武豊騎手、見事ワールドプレミア中段の内からレースを進めて、最後は力強く伸びて外から伸びてまいりました。サトヌルークスの追撃を振り切っています。そしてその後にどうやらベロックスか、ワールドプレミア武豊騎手、見事にディープインパクト以来の菊花賞、見事に制しました。そしてサトヌルークスが体半分追い詰めたんですが2着、ベロックスクラシックには手が届きませんでした3着、そしてその後6番のディバインフォース、タイムは3分6秒0、上がり 800m は48秒に、 600m は36秒に、タイムは3分6秒0、上がり 800m 48秒に、そして 600m は36秒に。さあレースを終えた各馬が戻ってまいりました。ワールドプレミア導いたのは全量役者武豊騎手、パースの重賞がクラシック菊花賞、武豊騎手菊花賞はスーパークリークで最年少制覇、そして今日50歳7ヶ月6日菊花賞の最年少の制覇の記録も成し遂げました。最年少と最年少、さすが役者武豊騎手です。ディープインパクト以来の制覇ですが、そしてワールドプレミアはそのディープインパクト3区です。昨年の菊花賞の日デビューを迎えましたこのワールドプレミア、勝ち上がってそしてその1年後見事にこの菊花賞をも制しました。さあレースを終えた各馬が戻ってまいりました。
管理トレーナーワールドプレミア、共に気圧を調教し、これで三冠トレーナーとなりました。まさに人と人間のドラマが結集したこのワールドプレミアの勝利です。到達順は1着5番ワールドプレミア、2着14番サートヌルーツ、3着は13番ベロックス、4着6番ディバインフォース、5着は8番のメロディーレーンです。さあこれからマドケンリョウです。武豊騎手笑顔です。蔵を外してこれからマドケンリョウへと向かいます。今年の菊花賞は友道康夫厩舎ワールドプレミア、鞍上は武豊騎手、菊花賞最年長制覇となりました。それでは京都競馬場勝ち馬確定のご案内がありますまで、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。京都競馬場最終第12競走は大山崎特別です。ダートコース1200m 16頭の競走です。スタート地点向こう上面第2コーナーからバックストレッチへ入ったところ、16頭のゲートイン順調に進んで16番サンライズフルメン、これからゲートインを迎えるところです。サンライズフルメンが悠々今ゲートにその馬体を収めました。係が離れてスタートしました。好スタート、トラベリングが切っています。すぐさま一段となりました。さあ先行争い、内から5番のカモンスプリングなど前の位置を取りに行きます。これを制して裏側の上がっていきました。外からはパラーティウムと先行体制、外からサンライズフルメン、トラベリング、その内に11番の大名サスキが追走しております。直後ゼッケン2番のホープフルスターが追走して、その外に春坂絵が追走、これから各馬これが3コーナーをカーブしていくところです。あとはリリーメーカーがおります。そしてその後方からは4番のアルマユリトが追走して、内1番のアグネスヘーデル、そして外からは湘南街道が追走、そして外からサンビショップが接近して、さあ各馬これから 3,4 コーナー中間地点へとかかって、これから4コーナーです。その後の集団ですが、ゼッケン3番のゴッドバンブルビー、そしてその外にさあ各馬接近してロンスなど、第4コーナーからさあ直線コースへと向かってまいりました。今度はケプラーが先頭に立った、内横転するように6番の裏側の、そして3番手の位置14番のパラーティウムがつけています。この3頭残り200を通過した。今度はわずかに外、7番のケプラーが先頭に立った。ケプラーが先頭に立ちました。裏側の2番手、最内からアグネスエーデルが接近して3番手から2番手へ接近する。先頭はゼッケン7番ケプラー、ケプラー先頭五輪、2着はどうやら裏側のよく詰めたアグネスエーデルは3番手、あと14番のパラーティウムはどうやらその後。京都最終12レース制したのは7番のケプラー、田辺博信騎手の騎乗でありましたロードカナロア3区。そして2番手ですが6番の裏側の、最内をついてよく伸びました1番のアグネスエーデル、3番手を確保しています。勝ちタイムは1分11秒3です。上がり 800m は48秒1、600m は36秒5です。